ユダヤ教は果たして犯罪者にまで支援をするだろうか？そこには少し疑念はある。なぜ我々は虐げられるのか、迫害される牢の民となったのか。この辺の感覚、それが中華思想の皇帝、その支援につながった。そういう流れも実はあるのかも。しかし、皇帝、かが、迫害される原因になった事態は軽犯罪の可能性が高くなら、否定されても無理はない。そこにはそういう感覚はある。守るために偽るならともかく。ちょっと以前に考えたことがある。モーゼの十戒の逸話とは、神の力を得たモーゼが民に見捨てられる。実は、そんな逸話、である。どんな強力な力を持とうと、民を見捨てるような真似をすれば、神も見放すのである。ちなみにユダヤ教の開祖とは、不確定だが、旧約聖書に登場する、ロト、という人物だという話で、それはモーゼの身内。